はいどうも、車買う YouTuber ワンソクチューブです。今回は私も契約して納車待ちの、フルモデルチェンジしたフォルクスワーゲン新型ゴルフ8、こちらの中間グレードですね、 1.5 リッターの ETSI というね、新しいエンジンとマイルドハイブリッドを搭載したモデルのスタイルという中間グレード、こちらに試乗させていただきます。取材に協力していただいているのは、私も購入しているフォルクスワーゲン戸田公園店さんですね。セールスさん紹介してほしいという人はね、コメントいただければご紹介させていただきます。それではエンジンをかける前にですね、ポジション調整なんですけれども、残念ながらゴルフ8はですね、パワーシートの設定なしということで、私が購入している上位グレードの R ラインでもですね、手動調整シートとで、テレスコチルトはまあもちろんついてますけれども、電動ではないですね。まあこれはまあクラス相応だと思いますけれども、シートはパワーシートじゃないんで、あのこうね、こうぐるぐる回してね、時間がかかる背もたれシートになっています。それでは、このスタートスイッチでエンジンをかけてみましょう。ポチ、はい、ピンポーンって言って、立ち上がりましたけれども、 1.5 リッターの ETSI エボーということで、こちらマイルドハイブリッド 48V のものが組み合わされているので、セルが回る音しなかったですけど、始動の時も、インテグレーテッドスターターシステムなんですかね、ちょっとわからないんですけど、モーターとかで、エンジンをスタートさせているのかもしれないです。アイドリングストップからの復帰はめちゃくちゃ静かだと思うんですけれども、始動の時もね、キャシャシャドルンとかっていう感じはしなくて、ヌルンっていう感じでエンジンがスタートしましたね。そしてね、この鍵見てください。めっちゃオシャレじゃないですか、これ。こうピアノブラックになってて、こっちもね、フラットデザインなってます。これめっちゃ見栄えいいですよね。で、物理キーはこうやると出てくるという感じだそうです。いや、おしゃれ。シフト、このね、新しくなった電気式のシフトを2回下にコクコクと入れるとですね、D に入ります。でも、この状態だと、電動パーキングブレーキが作動しているので、前に走り始めることはないですね。アクセルをポンと踏むと、解除されて、今走り始めました。トヨタとかだとね、もう電動パーキングブレーキついていても、D に入れるとクリープが始まるんですけれども、輸入車とかね、あとはあのホンダとかの電動パーキングブレーキはですね、アクセルを踏まないと走り始めないというね、一応安全設計になっています。そして、今走り始めていますが、めちゃくちゃ静か。今まだね、ディーラーの構内を走ってるだけですけれども、めちゃくちゃ静かですね。そしてこのね、合流待ちで止まりましたけれども、アイドリングストップもしました。そしてアイドリングストップからの復帰はもういつエンジンがかかったのかわかんないぐらいめちゃくちゃ静か。おー、いいね。ちょっとポジションがまだしっくりきてないですけれども、いや、いいっすよ。ああ、なるほど。こういう感じなんだ。いや、めちゃくちゃトルクある。先日、アウディ A3 も試乗させてもらいましたが、あちらは1リッターの3気筒に 48V マイルドハイブリッドが組み合わされているもの。こちらは、フォルクスワーゲンのゴルフの方はですね、1リッターのモデルアクティブというのは用意されていますけれども、今回乗っているのは中間グレードスタイルは 1.5 リッターになるので、もうちょっとね、排気量も多くなっているということで、よりトルクを感じるような感じですね。で、1リッター3気筒でもむちゃくちゃ十分じゃんって思ったんですけれども、まあ、1.5 リッター4気筒の方がまあそりゃ余裕はありますよね。でも個人的には1リッター3気筒もかなり印象が良かったので、まあそこはね、さすがアウディというところもあると思いますけれども、このね、ゴルフも1リッター3気筒の、グレード用意されてますので、それもね、ちょっと乗ってみたいなという気はする。で、もうエンジン止まってる。これ先読みでやっぱアイドリングストップ入りますね。時速20キロ以下ぐらいになってブレーキが踏まれて減速していると、多分先読みでアイドリングストップが入ると思うんですけれども、相当早いタイミングからアイドリングストップ入ってますし、例えばそれでブレーキペダルを離すとすぐに、エンジンが復帰するんですけれども、やっぱマイルドハイブリッドのおかげでですね、セルが回らずにスルンと、エンジンが始動するので、めっちゃ静かなんで、いつエンジンかかったか、いつ止まったのかもわかんないぐらい。そして今、信号待ちで止まっていますが、
オートホールドのボタンを一回押しておけばですね、このようにブレーキペダルから足を離しても、停止状態が保持されると。そして、今ね、前の車が走り始めたので、よくね、日本車では、先行車発進お知らせ機能っていうのがあるかと思うんですけれども、前の車が、走り始めると、先行車、発進しましたとか、あとはピーとかって言ってね、教えてくれる機能があると思うんですけれども、輸入車の多くはですね、フォルクスワーゲン、アウディもはじめですね、アイドリングストップが解除されるんですよね、先行車が発進すると。なので、気づくことができるし、素早く、加速体制に入ることができるというね、非常に理にかなった先行車発進お知らせ機能が、ついてると。これはね、非常にスマートだなと思います。そして、今もね、信号停止で、止まってますけれども、オートホールドボタン押してあるので、ね、このようにブレーキペダルから足を離していますけれども、停止が保持されていると。で、アウディ、フォルクスワーゲンをはじめですね、輸入車の多くはこのオートホールドボタン一回、生涯で一回押しておけばですね、エンジンを切ってもメモリーされるので、次から押す必要はありません。そして、仙台ゴルフから、気になっていたというかですね、引き続き、今回乗ってですね、ああ、なるほどって思ったのがですね、ペダルレイアウトですね。今、アクセルペダルを踏んで、アイドリングストップ解除しましたけれども、アクセルペダルの位置がですね、でも前に比べるとちゃんと、なんでしょう、ドライバーのシートのポジションに対して、割とまっすぐに、フットレストと、アクセルペダルがレイアウトされているなっていう感じなんですけれども、これ先代のゴルフ7もそうだったんですけれども、アクセルペダルの右側にも、ホイールハウスの張り出しなのか、フットレストがあるんですよ。なんで、アクセルペダルを避けている時にも、足置きスペースがあるという、ちょっとね、なんか不思議な感じなんですよね。これは、まあ、継承されているという感じで。だから逆に、普通に自然に足を伸ばした位置に、アクセルペダルと同じぐらいの干渉する位置にですね、この右側のフットレストがあるんで、押しても進まないみたいな感じになる時があるんですけど、これ邪魔かもしんないですね。もうちょっと張り出しを抑えることができないもんかっていう気はしますけどね。なんだろう、アクセルペダル踏もうとしたら、あれ踏めないみたいな感じの位置になぜかフットレストがあると。右側用フットレストがあるという。これはね、仙台同様なんですけど、まあゴルフだけ乗ってれば逆にこの足休めがあっていいんだよっていう感じになるかもしれないんですけど、しばらくぶりに乗るとちょっとペダルレイアウトは親って思うところはありますね。でも昔に比べるとどうだろうな、アクセルペダルの位置はそんなに違和感ないけど、なんかちょっ、でもそんなになんだろうな、アクセルペダルが左側にオフセットしてるってことはないんですけど、まあ、思ってるよりこのフットレストの張り出しがでかいなという感じですかね。そしてですね、今、アイドリングストップを解除して走り始めますが、もうめちゃくちゃ静かだし、もうそのフリクションが全くない。だからこれは本当相当上級な車に乗ってる、要はアウディの A8 とか、もう言うたらそのぐらいの車格感の車に乗っているようなアイドリングストップからの復帰の静かさとフリクションのなさ、これはすごい。やっぱね、フォルクスワーゲングループね、ゴルフにかける意気込みがね、すごすぎますよね。だから他の T-ROCK とかのオーナーさんがこれ乗ったら結構ショック受けるんじゃないかなっていうぐらいいいですね。価格的にはね、こちらの、まあ、ETSI のスタイルは、まあ、中間グレードなので、まあ、300万円後半ぐらいで導入できるモデルにはなってますけれども、多分ね、1リッター3気筒のアクティブも相当、いいでしょうね。 A3 と同じパワートレーン使ってますから、あちらも1リッターにマイルドハイブリッドの組み合わせってめちゃくちゃ贅沢ですよね。そして、静粛性もこのように、今声がめちゃくちゃ綺麗に入ってるかと思うんですけれども、非常に静かでしょ。そして今前の車走り始めたのでアイドリングストップ解除されたんですけれども、マイクで拾ってるかな、ほとんどわかんないぐらい静かだと思います。そのぐらいめっちゃ静か。要はエンジンルームからの遮音性がめちゃくちゃ効いてるし、今、アイドリングストップ途中でしてたのもわかんないぐらい、いつ止まったのかわかんないぐらいでしょう。だから完全停止する前から止まっちゃうから、本当にね、めちゃくちゃ静か。もう騒音振動に関しては、すごいものがありますね。今も止まってたんですけど。
で、組み合わされるトランスミッションは、まあ、フォルクスワーゲンとしては伝統的な7速の DSG というね、デュアルクラッチのトランスミッションになっています。これも、出始めの頃は相当ギクシャクしたし、まあ、場合によっちゃエンストしちゃうっていうような不具合とかもあったりしたんですけども、まあ、ゴルフ7の後期型ぐらいになってくると本当に不具合もなくてですね、私も 7.5 っていう後期型のゴルフ7乗ってましたけれども、所有してたんですけれども、本当に円熟の域にある、デュアルクラッチのトランスミッションだなと思いました。しかも、ファジーコントロールとかって言ってですね、次の、入るギアを予想してですね、あらかじめ準備しておく、機能が備わっているそうです。なので、つながりも非常にスムーズになっていると。いうことで、今回の、ゴルフ8でもその機能がおそらく継承されてるんだと思いますが、本当トルコン AT と何ら遜色のない、自然なシフトフィールでも、アクセルを踏んだ時のダイレクト感っていうのは、やっぱり DCT のその、力強さっていうのはあるんで、これはね、非常にいい気持ちですね。うん、ただ、その、もっと DCT らしさ、もっとガツンとギアが噛み合ってる、がっつり前に進んでいくぜっていう感じを求めていると、ちょっと、マイルドすぎるかなっていう気もしなくもない。だから、メルセデスの8速 DCT とか、あのあたりの方がもっとグーンと前に、出ていくような DCT らしさはありますね。まあ、その分ね、ギクシャクする部分もあったりするんですけども、今スポーツモードになってんな、これ。なぜか。最初からスポーツになってた。まあ、コンフォートに戻しましょう、ちょっと。スポーツモードでもめちゃくちゃ静かだったんだ。で、今、減速帯のある道を走っていますけれども、こちらはですね、1.5 リッターの、ETSI のスタイルとか、R ラインはですね、リアはマルチリンクになっていますけれども、1リッターの、アクティブは、トーションビームということで、A3 と全く一緒ですね。A3 も1リッターのモデルはトーションビーム、リアがトーションビームですけれども、2リッター以上のモデルになるとマルチリンクになるということで、ゴルフは 1.5 リッター以上で、マルチリンクになるということです。で、今も、減速帯を超えてましたし、こういうマンホールの上を超えても乗り心地は非常にいいですね。硬さもそんなに感じない。でも今コンフォートにしたら相当ステアフィールが軽々になったので、ただ遊びがあるっていうわけじゃなくて、ただ単に、ステアのこうなんでしょう、反力が弱くなったので、これはねちょっと軽すぎるっていうぐらい軽いですね。だから今までのドイツ車感覚で乗るとちょい軽すぎるかなと思うので、その辺はカスタムモードで、ドライビングプロファイルが設定できるので、今ちょっと、できないですけども、これスポーツぐらいの重さが個人的にはちょうど良かったかなって感じする。で、今回新型ゴルフ8にはですね、普通のモデルには DCC パッケージのようなですね、電子可変サスペンションのオプションとか設定がありませんので、このカスタムモードとかで変更してもですね、足回りの設定は同じと、あくまでステアフィールの重さであるとか、エアコンの効きであるとか、あとはアクセル解度に対する出力とかが変わってくるという感じですね。今スポーツにしました。そうするとですね、2000回転を、ぐらいをキープしていつでも加速に入れるような、体制になっています。で、ステアも重くなったんで、重くなったとはいえそれでも中立付近は結構軽めなので、もうちょい重くても個人的にはいいかなって気がする。だからアウディの方がその辺はやっぱりどっしりとした重い剛性感のある、硬さみたいなのがあって、まあ、個人的な乗り味の好みとしてはやっぱりアウディの方が、硬派な感じなので、個人的にアウディの乗り味の方が好きですけど、こちらも全然負けていないどころかですね、コスパはめちゃくちゃいいので、 A3 はね1リッターがメインの主力モデルになっちゃったのに対し、ゴルフは 1.5 リッターになってるんで、まあ、その辺のねヒエラルキーが逆転してるんじゃないかっていうのは、まあ、先日から、A3 の試乗機、そして、ゴルフの、内外装インプレッションの時でも言ってましたけれども、走ってみてもそう感じる部分、やっぱり1リッターのエンジンも低回転にトルクが振ってあって、めちゃくちゃ力強くてダイレクト感あって A3 の走りめっちゃ良かったんですけども、やっぱり 1.5 リッターこうやって乗ると、より余裕があって軽く前にスッと出る感じっていうのがあるので、
その辺はね、ゴルフの方がパワートレイン的な余裕はあるかなと感じてしまった部分。ただ A3 の方は、1リッターと 1.5 リッター本国にはあるんですけど、日本には入ってきてなくて、次が2リッターモデルになっちゃうんですよね。これ私がこの前設定したモードになってるかも。カスタムで、ランニングギアがコンフォート、ステアリングがスポーツという風になっている設定になっているので、このねカスタムモードでドライビングプロファイル で調整するといいんじゃないかなと思います。これがちょうど好みですね。そしてブレーキタッチなんですけれども、ブレーキタッチも、まあ、過不足なく効くけど、もうちょい効いてもいいのかなっていう気もちょっとしたりもするな。初期制動が弱いというよりは、なんだろうな、踏み代に対する制動力の立ち上がりをリニアにしてるのかな。あ、でも効くな。効く、問題なく効きますね。あ、そしてこういうねうねりのある路面、今、ちょっと走ってますけれども、あ、ブレーキも、ぐんぐんと踏んでいけばしっかりと立ち上がる感じになってる。だから割と全体的に昔のドイツ車ってもう本当に踏んだ瞬間から制動がガッツンと立ち上がって、結構まあ慣れないとカックン気味になるぐらいめっちゃ制動力が効いて、そしてブレーキダストがもうモリモリ出るっていうような感じだったかと思うんですけれども、今回のゴルフとかはかなり、踏んでいくに従って、制動力が立ち上がっていくような感じに変わっている気はしますね。踏み代からちゃんと制動力は立ち上がるんですけど、中間息ですね、そこは意外とマイルドで、もうちょっと踏み増しをしていくとしっかり止まるという感じになっているので、まあ以前マツダ3とかが目指していたようなブレーキタッチに近いような感じになってきているのかな、世界のトレンドとしては。なんか個人的にはもう踏んだ瞬間からガツンと制動力が立ち上がるタイプの方が好きですけどね。でも絶対的に制動力がないというわけではなくて、踏み代に応じてしっかり制動が立ち上がるタイプなので、まあ止まらないって思うことはないですね。その辺は、まあ、マツダ3とかに比べれば、全体的な踏力、踏む力は、少なくて済むような感じにはなってますけれども、アウディとかの方がもっとがっつり効く感じはあるかなと。だから全体的にコンフォートかつマイルドになってるんですよね、やっぱフォルクスワーゲンの車って。まあ大衆車という社名のね通りの、まあ、ドライブフィールドだとは思うんですけれども、まあ、アウディがより硬派で、ちょっと通行止みなのに対してですね、フォルクスワーゲンの方は女性が運転しても、まあ、重すぎない、効きすぎないような感じの、まあ、乗り味に調整してあると。よりこのゴルフ8になってその感覚が強くなったかなと。もっと大衆向けになったかなという、マイルドになったかな、コンフォートになったかなという感じはあります。そして本当に上質、極まるこのパワートレイン。で、1速、2速とかは結構2000回転近くまで回してシフトアップするっていう変速マッピングにはなっているものの、エンジンルームからの静粛性がめちゃくちゃ静かなので、あんまり2000回転ぐらいまで回しててもめっちゃ静かですね。静かで、今ちょっと荒れている舗装路のところ走ってますけども、エンジンルームとか窓方向からの静粛性がめちゃくちゃ静かなおかげでですね、相対的に路面からのこうっていうちょっとこもり音にも近いロードノイズの方が、フィーチャーされるというか聞こえやすくなっている感じはあります。でも絶対的な、静粛性っていうのは相当高いレベルで、これはねうまく実現しているなという感じ。窓方向からもめっちゃ静かだし、ちょっと今強めに踏んでみましょうか。吹き上がりもめっちゃ綺麗ですね。でブレーキも、あ、ちゃんと効く効く、効かないことはないですね、全然効きました。やっぱ強めに踏めば結構立ち上がりますね。中間より奥ぐらいからよく効く感じなのかな。それとも車速に感応してブレーキが効いてるってことではないと思うんですけど、強めにブレーキをかけると相当がっつり止まる感じはあります。で、安全装備、運転支援に関してはですね、もう最新のもの全て搭載されてますし、アダプティブクルーズコントロールもついてるし、全車速の、
レーンキープも先代からついてるし、で今回インフォテインメントシステムも刷新されて、今までポンコツで全然使えなかったディスカバープロがようやくまともに使えるようになってるであろうということです。ここはねちょっと納車されてからより試してみたいと思いますけれども、その辺も良くなってるし、なんとね前回はハイラインでもつけられなかったシートヒーターが、アクティブというベースグレードでもちゃんと設定があると。でしかもステアリングヒーターも、ね、ついてると。このねスタイルにはステアリングヒーターもついてますからね。いやそういう面では快適性が非常に高まって、ドライブフィールもめっちゃやっぱクラスを超えた良さがある。これはいい、うん、間違いない。やっぱりあのゴルフはベンチマークたる、実力を備えているなと改めて、思わせられる、市場になりました。ということで戻ってきました。ありがとうございました。じゃあちょっと駐車もやってみましょうかね。このねシフトを、2回分、入れると R に入ると。そして360度モニターはなし。でも、バックセンサー、サイドセンサーみたいなものはあるみたいですね。今、横にどんだけ迫ってきてますみたいなのは、この画面上でわかるようになっています。360度モニターがあれば、なお良かったですけどね。そして、P はこのボタンを押すと P に入ると。で、エンジンも、止まるという感じで、試乗も終了。ありがとうございました。ではね、まとめなんですけれども、いや、ドライブフィールはめちゃくちゃ良かった。超絶上質になってますね。うん、マツダ3のスカイアクティブ X のオーナーだった私からしてみても、この新しい 1.5 リッター TSI エボ、プラスマイルドハイブリッドの組み合わせはめちゃくちゃいいですね。あの、スカイアクティブ X の2リッターエンジンと全然遜色ないどころかですね、こちらの方がもしかしたら低回転時のトルクあるかもっていうぐらい、やっぱね、ターボの、強さと、あとね、マツダ3の、スカイアクティブ X にも、マイルドハイブリッドはついてたんですけれど、あちらは確か48ではなく、24V とかね、12V とか、なんかそんなに電圧が高くないものだったんですけれども、こちらの方がやっぱね、電圧が高い分、やれることが広がってると。で、アイドリングストップも、20キロ未満とかでも作動するし、始動ももちろん静かということで、まあ、燃費もね、おそらく効いてるんだと思います。まあ、今ね、累積燃費が出てますけど、これはちょっと今参考になんないかな。7.7 って出てますけどね。これは多分、あんま参考になんないと思いますので、それはね、納車されたら、ね、じっくりいろいろね、燃費のレポートとかもしてみたいと思います。いや、とにかく静かだった。うん。で、いろいろね、操作フィールに関してはかなり軽めの味付けになっているので、そこはカスタムモードで、ちょっと、ステアはスポーツにしてみるとか、そういった、ことをした方がいいんじゃないかっていうぐらいステアはちょっと異様に軽かったので、そこはね好みによるかなと。もう軽く軽でスイスイスイって動かしたいっていう人にとってはこの軽さはいいかもしれないけど、やっぱもうちょっと、手応えがあった方がいいと思う人にとっては、まあスポーツにしておいた方が、カスタムしておいた方がいいかなと思うところ。まあ、それ以外ではですね、本当に、装備面ではですね、もう一部アウディA3 を超えてしまっていると思うところもあるし、ヘッドアップディスプレイもついてるし、トリプルゾーンのエアコンもついてるし、このね、バーチャルコックピットみたいなデジタルコックピットプロもついてますし、地図のね、こういう全画面表示もできると、いろいろカスタムもできるというね、ハイテクなものになってますんで、まあ、今回の新型ゴルフ、フォルクスワーゲン好きな人、そうでない方、あとコンパクトのね、C セグメントのハッチバック欲しい方、ぜひね、試乗、見積もりしてみるといいんじゃないでしょうか。結構ね、今回は、アウディ A3 も、まあ、結構ヒエラルキー逆転しつつあるっていうふうにも言いましたけれども、A3 のね、価格も逆にね、意外と安く済んだりしてる部分もあるので、そういうところでもね、結構 A3 とゴルフ悩む方も多いかもしれないんですけれども、どちらも乗り比べて、見てみるといいんじゃないかなと思います。間もなく納車となりますので、それもね、納車式のレポートもしますし、納車後インプレッションもご期待いただければと思います。フォルクスワーゲン好きの方はですね、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけると、まあ、ゴルフはじめフォルクスワーゲンの車のインプレッションを持ってやっていきたいと思いますので、モチベーションになります。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね。車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車コーチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。